皆さんとうとう来ましたよ。やったついに、ちょっとやったタイトルとかね、雰囲気でちょっと皆さんも心配してるかと思うんですけど、はい、僕たちとある場所に因縁がありまして。よいしょ、ね、因縁しかないよ。因縁しかない、うん、過去何回来てんの、うん、東京にみんなで着いて、みんなで遊びに行こう。そう閉園、チーム分けしてみんなでそれぞれのところでお土産に行こう。閉園、今まであらゆるところでカメラがいても僕たちをの入場を拒み続けている。そう、そう上野動物園に今来ております。よっしゃ、やっつい来ました。車がね、タクシー4人しか乗れないので僕たち先着いたんですけど、うん、ちょっとそんなことある。開演しております。お客さんもいっぱいおるで。正直めっちゃワクワクしてて、いやめっちゃワクワクしてて、今回東京撮影もこれをためにきたようなもんです。というわけで、あまりとここでどんな企画をするか説明してください。今回やったのはドドン、上野動物園でファンに言われたら即帰宅。ありがとうございます。知ってもらってるということで、ファンの方たちは声かけられると思うんですよ。バレずに楽しんでください、はい、しかしバレてしまったら一発です。即帰宅でございます。せっかく来たのに、動物一匹も見ずに帰る。そうそう、だから入った途端に、タツくんですかって言われたの。今回ね、そう簡単じゃないですよ。ミッションあります。お中の動物の何匹かと写真とか撮らないといけない。あ、いい。で写真撮るときはこうマスクずらしてやっぱ写真撮らなきゃいけないから、まあ危ないよねみたいなものがある。間違いない、間違いない。じゃあまあ早速チーム分けのちょルーレットとかで決めていきましょうか。はい、じゃあ一旦早速いきましょう。せーの、レッドゴー。今園長が電話してくれてます。お願いします。はい、YouTube の撮影をするなら自前に企画書を提示して中で撮影してくださいとのこと。ちょっと先ほど皆様に不穏な空気の映像をね、ちょっとして、はい、モザイク流せる。遠くにいるエンちゃんが何か電話して僕たちにとあることを伝えるっていう。一旦ね、じゃあ一回、まあ、なんか上野動物園、あれまあ施設なのであらかじめ撮影の許可を取ろうと思って電話したんですけど、うん、当日の許可はおりませんと思って、そうですね、あらかじめ企画書を提示してくれということなので、あの今回できません、撮影が。今日何見ようかな、なんかゴリラとか見れへん、見れへん、中には入れるんで、私たちは入れるけど、残りには残さない。餌やりとかもしたい、したいな。撮影はできない。俺らいつ上野動物園行けるの。お前がつまり、今日の動画はノープランでございます。どうしよう、ノープラン旅行、どうしよう。皆さんちょっと3分待っててね。3分ね。アンダーしに行こう、アンダーしていこう。誰が東京とスカイツリーに一番映える写真撮る、うん、秋葉原で降りた。今から携帯とか全く使わずに知らない土地探検。ごめん、ファンの方がいるから、うん、ちょっともうせっかくやって映ってもらおう。ちょっとだって、ちょっと許可大事ですからね。許可大事ですから。はい、親の許可は取れたかな。皆さん、俺たちめっちゃ選手でした。つばひろ、なんでこうなったの。なんでこうなったかだけ説明しようか、はい、東京でのおすすめのここ行ってみてっていう場所を僕たちが教えてくれないかな。渋谷か、二子玉川とか、あ、新大久保も行ってる。おすすめの食べ歩きスポットは。おいや、おすすめはでも新大久保。新大久保、新大久保では、え、お名前はいつきです。いつきちゃん、いつきちゃん、じゃあいつきちゃん、はい、フォエトの企画を考えてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の企画、なんも知らん土地、新大久保食べ歩きデート。イエーイ。それでは早速新大久保に行っていきたいと思います。せーの、レディオ。えい、誰がどう見ても新大久保に着きました。めちゃくちゃ新大久保です。はい、地元にも逃げる。
俺の地元にも似てる。私の地元にも似てる。なんなら俺の地元にも似てる。じゃあもしかしてみんなの地元。新大久保食べ歩きスポットということで食べ歩きしていきましょう、はい、いやインサートもうええやろ。いただきます。あ、うん、でもすごい。ちょ、行こう乗って、めっちゃうまい。一回全部くれ。うまっ、うまっ、うまい。あ、魅惑のブルベ。食べたい。おい、大学生の会社。うまっ、うまいよな。うまい、やばい。うまい、うまい、笑けてくるうまさしてる。うまそうやな。さあ、次の飯へレッツゴーだ。こっちにもなんかあるんじゃん。キョンベクチム。どういう意味？ヒョンベクチムって。せいろ蒸しやって。どうした？あれさっきの芋のパンみどこ行った？あんま若葉が食べたいっていうか譲った。食べ歩きって感じ。おいしい。いや、いいでしょ。サムネどこにする？いや、いいじゃない。やりたい。韓国のもの食べたい。なあ、東京やしね。はい。せっかく東京から行ったい、東京に来たいしさ、東京のもの食べたい。なんか韓国のもの食いたい。あ、そうや。韓国。彼も行こう。彼も行こう。行こう。へいへいへい。うまそうな店を発見した。何見てきました？おい、みんな何が食いたい？キンパ。キンパ。サムギョプサル。それが全部食うのがあの店へ行こう。俺ら、いつきちゃんのおかげで俺ら最高の記憶が取れてるよ。最高。いつきちゃんありがとう。ありがとう。いつきちゃん、見てくれたらいいね。ね。芸能人になりたいんだって言ってたわ。なれるよ。応援してる。応援してる。きっとなれるよ。頑張れよ。あ、注文やってみんな。じゃあ僕はトッカルビの辛いの。僕、辛くないおでん。甘辛くないフランクフルト。僕、チーズトッポギショー。おいしそう。もち米チキンズのショー。もち米チキンズ。え、うまそう。いっぱい到着しました。じゃあ、おでんくんや。やば。これ普通のおでん。あと誰と誰？あとインちゃん。揚げおでん。これがおでんで、それが揚げおでんで、これがあとフランクフルト。僕はチーズトッポギです。これ揚げおでん。全部おでん。おでん。ちょっと見た感じの前のここに行きます。ナイス。どうぞ。おいしいですか？うまい。うまーい。うわ、いただきます。あ、うまい、うん、うまい、かっちょえ、ほんまい、ほんまい、うまい、うん、あ、違う違う違う、やば、チキンズやば、めっちゃ量ある。いただきます。カロシャがなんかどれが辛いっていうとこ、これじゃない、これ辛くない、そんな、うまっ、うまっ、おいしい。今さ、自販機でね、ジュース買うなよ、これがって言ったら、JK の群れみたいなのがあって、JK の群れが、うわ、何食ったんすかって言われて、なんかキツネみたいなやつって辛いって何かを言ったって言ったらコーラを言ったら、コーラ分かってる、イエーイ。これ新大久保はコーラらしいわ。すいません、ありがとうございました。これこれや、タロちゃん、タロちゃん悪いわ。とってもいい食べ歩きですね。まだまだ行くね。今、うん、この横にパール道見つけました。なんすか、なんすか。あ、みつきちゃんはここを紹介したかったんだな。お前ら、え、あ、メインがあるのね。
韓国体験シマチョコリ。シマチョコリ何か美味しい。それはみんな何言ってるか分かんないでしょ。じゃあ早速、まあもう見て判断してください。ではレッツシマチョコリ。シマチョコリ、シマチョコリ、シマタルって言ってるのかって。わかりました。はい、最初はグー。これ買った人がいく、負けた人がいく。買った人がいく。はい、最初一緒。チマチョコリ。いってらっしゃい。チマチョゴリかわいいな。ということで、チマチョゴリ、チマチョゴリ体験、はい、こっちゃん、太郎と MC が2人行ったんですけども、なんと今回ちょっと店側から、今回特別に中で来ても大丈夫ということで、もう来てるのが2人いるらしいんで、はい、4人で突撃したいと思います。はい、俺チマチョゴリ使ったの初めてやった。チョゴラチョゴラって気になる。失礼します。あ、すげえ、ありがとうございます。あ、めっちゃ綺麗。それではいきます。じゃあ名前3、2、1。ちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん。あ、チョコリ、タルチョコリ、めっちゃいい。チョコリ、チョコリ、チョコリ、コチョコリ、リザチョコリ、リザチョコリ、似合ってる。あれだよ、韓国案内する。韓国案内します。案内できるの。いいんですか。こっちにこれチョコリ、チョコリは別にあります。あれチョコリ、おお、すげえ。チョコリ、あれあれあれ、韓国行ってる。あ、めっちゃいいよ。めっちゃゴリ、めっちゃゴリ、めっちゃゴリ、めっちゃゴリ。いつきちゃんのおかげで韓国を味わいました。はい、韓国行きました。嬉しい。韓国には行けてない。韓国では島情報行きてるし。そうよ。じゃあ한국어에미나영어가난좋겠습니다느낌느낌너오늘도동영상을봐주고고마워기다리지않는다오마이오늘도진짜이게낙태では김구만ファンの方に行き先を説明してもらって、結構楽しいで。大久保に行って、大久保行って、大久保の歩き方も分からなくて、分からなくて韓国人になって、韓国人になってちまちま俺来て最高の一日でした。はい、というわけで、なのでうまくもらう。今日も動画見てくれてありがとう。せーの、おんぎょうちょまんねがちょくちょくちょくのハムニダ、カムサハムニダ、カムサハムニダ、さらにけよー、さらにひどい。この動画がいいと思ったらチャンネル